はい、今回は水で走る車とですね、えー、まあ消されているとまあ噂があるいくつかの項目についてですね、えー、調べてお伝えしていきますので、えー、よかったら最後まで聞いていただければと思います。 このまあ水で走る車っていうものがですね。えー、ま、消されたとえー、まあ様々なその噂があるんですね。えー、この水で走る車をえー、まあ発明した。スタンリーメイヤーっていう人がえーまあ。あまあ謎。 があるっていうことで実は、ですねこれあのアメリカの話と思いきや、もしかしたらなんですけど、あのまあ、日本も何かあるのかなっていう、そういったことをねまあ、調べてお伝えしていきますので、えー、よかったら最後まで聞いていただければと思います。まあ、最初にお伝えしますが、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ということです。まあ、僕は調べて、こうじゃないかなと思うんですけど、分かっている情報っていうのはもちろんあるんですよ。ただ、その分かっている情報と分かっている情報を足して、ですねまあ、こうかなっていうまあ憶測が入りますので、 えー、もちろん分かりませんで、もしですね、えー、そ,その、まあ、憶測したことがあ,、まあ、あったにしてもあ、まああ、あっていたにしても、それってのは、まあ、消されたとされている噂なんで、えーまあ、あちょっとどうかなと、まあ、ご想像に、えー、お任せしますということで。 でまずこの水で走る車っていう話なんですが、その前にですね、えー、まあ結構調べるとまああびっくりする話なんですが、えー、日本っていうねえー、僕たちの住んでる国なんですが、日本っていう国がですね、えー、あのー、もうかなりもう前なんですが、70年ぐらい前に実はですね電気自動車をすで、えー、に発明していたということがえー、これわかってるんですね。これっていうのは別に憶測でなくわかってるんですよ。 1950年に日本の自動車メーカー、タマ自動車、TAMA、タマ自動車がですね、電気自動車を開発していたんですね。だから70年前に日本というのは、この常に電気自動車を開発していたんですよ。で、このタマ自動車がですね、その後、プリンス自動車になって、その後、日産自動車になったっていう、こういった、あの、 まあ、経緯も分かってるんでねこの話っていうのは、まあ、本当っていうか、えー、そうなんですね。でこの、あのー、70年前の電気自動車っていうのは、えー、1回の、まあ、充電で、えー、約100キロぐらいは走っていたんじゃないかっていうことが、まあ、言われていると。日本っていうのはあ70年前からすごい技術を、えー、持っていたんですよ、うんあのー。昔の日本人っていうのはね。えー、でこっから憶測していくんですが。 もしかしたらですよ、はっきりとわ分かりませんが、この70年前に日本が持っていた、えー、電気自動車の、えー、なんていうのかな、その技術が、えー、もしかしたらこの水で、えーまあ、走る車に関係してるんじゃないかっていうことを憶測していくんですよ。何せ、えー、70年前からですね、えー、この水で走る車っていうのは、えーまあ、1998年なんで、えーまあ、約分かりませんけど、うん、50年近くた経ってるわけじゃないですか。そその間にそういった、まあ、技術が えーまあ、なんていうのかな、まあ、転用っていうかされても全くおかしくないんですよ。でここから考えていくんですが、まあ、水で走る車あとですねこの消されたとうわさこの発明したスタンリー・メイヤーっていう人なんですけどでこれも、えー、一見するとアメリカの話に関係するんですがえ実は、えー、日本も当然関係ありますし、まあそのえー、アメリカのです、ねえーまあ、王様っていう人が関与している疑いがあるっていうことですね。 先ほどど言いましたけど日本というのは既に70年前から電気自動車を開発していたんですねただその技術っていうのが埋もれていたとで1998年今からだいたいまあ20年ぐらい前にですねアメリカでこのスタンリー・メイヤーっていう兄弟がこの水で走る車を発明したんですよここの水で走る車の何かしらにもしかしたら日本のあのね電気自動車の技術が使われているかもしれないしっていうまあねわからないんですけどっていう可能性を 考えましたで、えー、さらに言うとこの水で走る車、えー、っていうのはこれどういう原理かっていうと、えー、水をですね、えー、こう分解っていうのかな水素と酸素にして、えーまあ、酸素を爆発して、えーまあ、車を動かすそういった、えー、まあ仕組みをとってるんですよ。で確かに思いますがもちろんねこの,あのスタンリー・メイヤーっていう兄弟スタンリー・メイヤー兄弟っていうのはこれすごい研究をしたと思うんですよ。で当然、えー、ねこういったまあすごい研究なので、えー、まあその、まあ、技術を欲しいとか、えー、まあその世界中 そういううこととを言われていたとか、まあ、そういたかそった話もあるんですが、えーまあ、このスタンリー・メイヤーの兄弟は、まあ、そういったまあ技術をまあ売らなかったと。で、えーまあ、そのこのスタンリー・メイヤー,ーこの兄弟が 水で走る車を作ったと、ますごい発明であると、でそのまあのお祝いのパーティーがあったんですよ。で、ここでなんですよ。消されたとさされれ消たと噂されているということで、このスタンリー・メイヤー兄弟の片方が、ですねこのお祝いのパーティーで、なんと亡くなったんですね。亡くなる前に本人が何者かに毒を盛られたと言ったんですね。非常におかしいじゃないですか。こんなでですねね水走る車っていうまま 大きな発見ををししてて研究をしてそのパーーティーですよこれからねこういったことでいろいろ世界にまあいいものをもたらそうかと思った人が、えー、亡くなったとでもちろん公式の発表では毒を盛られたということになってないんですが本人が、えー、毒を盛られたと言っていたと言われているんですよこれが消されたとされている噂なんですよね、うん、で皆さんも思うと思います僕も思いますがおかしいじゃないですか水で走る車を研究した人が開発した人がそのパーティーで亡く なるって非常におかしいんですよ、うん、で本人が言ってる、えー、毒を盛られたって言いますけど、うん、誰でしょうね毒持ったの、うん、そういうのを考えるわけじゃないですかもちろん先ほど言いました本当かどうかっていうのは分かりませんよ誰がやったかなんてそんなことはわからないんですけれどもこういうふうに考えていくわけですよ 水で走る車っていう、そういったものができる、えー、とです、ね、えーまあ、その恩恵を被るものと、えーまあ、その被害というか、そのマイナスを被るもの、プラスとマイナスが、えー、あります。水で走る車ができることによって、プラスになる人間たちは、えー、もちろん喜びますが、逆にマイナスをと感じるものがおります。な何者かというと自、自動車の利権です。自動車の利権が、えー、ここに関係していると思います。 1998年、今もそうですが、その前もそうですが、車というのはどうなっているのかというと、ガソリンで動いています、ガソリン、つまり石油で儲けている、石油のこの巨大利権があるわけですよ。で、石油っていうのは、もう、まあ、いつっていうのがちょっとはっきりと分かりませんが、石油をまあ決済するっていうのは、このドル決済が必要なんですよね、あのペトロダラー体制とかっていうのはちょっと難しいんですが、石油を買うには、この、まあ、ドルで決済するっていう、まあ、その、まあ、ル,ルールがあるわけですよ。 でももしですけど、えー、車がです、ね、水で動くようになった場合、ペトロダラー体制もドルでの決済も必要がなくなりますよね、なぜなら車が水で動くからです。 つまり、車にガソリン、石油がいらなくなるということです。この水で走る車がね、幅広く普及することによって、車,がです、ね、あ車にガソリンがいらなくなるじゃないですか。つまり、石油が売れなくなるんですよ。石油利権が崩壊するんですよ。ここで考えます。石油利権、誰が持っているんでしょうかっていう、そういった話です。 石油利権をコントロールして石油利権を牛耳っているのは、えー、このアメリカの王様と言われているものなんですね、ローラという人なんですよ。で、この人っていうのは、えー、アメリカ表側の裏にいるんですよ。あのアメリカっていうまあ普通の、まあ、国の裏側にいるんですね。アメリカの王様っていって一番偉いんで、えー、そのアメリカの政府とかあそ,うそういったものより全然上にいるんですよ。 CFR とかそういうのの上にいる。もう全然一番上にいるんですよ。で、当然ですが、日本っていうのもアメリカの属国ですので、当然、これアメリカの指示に従います。アメリカの王様の一声で、日本なんていうのはもうどうにもできませんので、もう何もならなかったんじゃないかっていうことを思うんです。でこの電気自動車と水で走る車が、どういうふうに関係してるのかっていうのは分かりませんが、日本っていうのは少なからず70年前からすごい技術を持っていた。しかし、それが分からないように消されていた。そしてアメリカもですね、 この人々の役に立つ水で走る車っていうものもできたんですがそれもこの分からないようにうやむやになって消されていたとこれっていうのはこの歴史を歴史を紐解いていくと分かるんですが僕たちがですね人間が僕たち人間がですね生きていく上えに過ごしていく上にですね本当に役に立つもの有益なものっていうのはこれ利権妨害で消されるんですよこれっていうのは歴史の一つの真理なんですね誰がやってるかっていうのは分かりません憶測することは様々ありますがそういったもの ががでできて困るるものがこの世のこ世中にはいるんですね、うん、僕たち一般人がですね、えー、ね例えばく水で走る車があるといいじゃないですかガソリンのね費用もかからないからいいなと思うんですがその裏でですね車にガソリンが、えーまあ、必要なくなってガソリンが売れなくなって石油で儲けられないものそれの関係者がおりますのでそういったまあ利権の関係でえつまりこの利権妨害をするとこの世から、えー、まあその研究したものであったりその研究を、えー、研究したまあ その成果物だったり研究した人物が消えるんじゃないかとそのように僕は思いますということで、まあ、一応僕の解釈なのでね、何かご参考にしていただければと思います、まあ、この話信じるか信じないかはあなた次第ということで僕はこのお伝えした内容を信じているというかこのように解釈しておりますので何かのご参考になっていただければと思います最後まで聞いていただきましてありがとうございました今回はここで終わりです失礼いたします